カマキリの捕まえ行動の方をやっていこうと思います。こんにちは、スエイくんです。今日はですね、カマキリの捕まえ方の方をね、皆さんの方に伝授していこうかなと思います。カマキリね、捕まえたいけど意外と捕まんなくねっていう人多いと思うんですよ。だから今日はね、こちらの草原の方でカマキリの方をね、探して捕まえていこうと思います。それではやっていこう。ということでやっていくんだけど、今日はね、一応ね、ここと、あともう一箇所行こうかなと思ってて、もう一箇所の場所では、ここで捕まえるカマキリとはまた別のカマキリを捕まえようと思ってるので、こちらの場所ではですね、オオカマキリっていう、日本にいるカマキリでは最大の大きさになるカマキリがいるんですけど、そちらの方をね、捕まえていこうと思います。お、ここにはツチナゴがいますね。あ、これ脱皮したてだ、触らんとこ、危ね、ブヨブヨ。脱皮したてのね、バッタとかカマキリとか、こういう脱皮をする昆虫、まあ昆虫って全部脱皮するんですけど、脱皮をする生き物っていうのは脱皮した後はね、すごく体がブヨブヨのね、柔らかい状態になっておりますので、もしね、触った時に、なんかこいつ柔らかくねって思ったら、まあ無理してね、触るのやめましょう。まあ一回ぐらいね、触ってみたい気持ちはわかります。でもね、あんま力強いね、感じで触るのやめましょうね。本当にぶっ潰れるんで。僕それでね、小さい頃に、脱皮したばっかりのカニを捕まえてぶっ潰したことがあって、マジでトラウマなんでね。本当トラウマ、マジトラウマだから、マジトラウマになるからね、みんな気をつけようね。さあ、この場所はね、オオカマキリがすごくね、たくさんいるんですよね、毎年。なんでオオカマキリ見たいんですけどね。去年もここでね、クソでけえオオカマキリ捕まえてね、嬉しかったんですけど、それでサイズをね、測る動画とかも撮ったんですけどね。それぐらいここね、オオカマキリがすごくいっぱいいるんですよ。まあそれはね、カマキリが大好きなクズの葉とセイタカワダチソウっていう草があるんですけど、これどっちもありますからね。それはカマキリもね、たくさんいるわけですよ。で、特にね、オオカマキリが多いんですよね。コカマキリとかもいるんですけど、オオカマキリがいる場所には大体コカマキリもいますからね。そう、だからね、オオカマキリとコカマキリもいるので、できれば捕まえていきたい。どっちも捕まえたい。てか、この辺さ、足元見えんから怖いんだが、大体の地形は把握してるとはいえ、さすがにここまでこう、草があると怖えな。急にね、まあそのこの草むらないんですけど、側溝がある草むらとかあるので、特に、ね、田んぼの近くとかなってくると本当に側溝があったりするので、こういう足元が見えない草原は本当に、ね、気をつけた方がいいです。カマキリはね、こういうね、クズの葉の上とかにいることもあるんですけど、今日ね、寒いんですよね。まあ寒いは言い過ぎですけど、まあ涼しいんですよ、めちゃくちゃ。ちょっと待って、足元悪すぎ。めちゃくちゃ涼しいんですよね。まあてか本当にちょっと肌寒いぐらいが一番正しい表現だと思うんですが、なんでね、もしかしたらカマキリたちの活性も落ちてるかもしれませんね。なんでお前ここにいんの。おい、やめろ。カメムシ、カメムシ、これキマダラカメムシの幼虫ですね。なんでお前ここにいんの。いや、マジで今年カマキリ少ないんよ。本当に俺の住んでる地域ね、本当に今年カマキリガチ少ないの。いや、俺はね、カマキリが本当に昆虫の中で一番好きな昆虫なんで、毎年のようにね、昆虫を触らない時期があった、その時でも、僕毎年のようにカマキリだけは見つけてたんで、まあ触ってはないですけどね。触ってはないけど、カマキリは見つけてたんで、普通にカマキリが毎年いる場所なんですよ。例えば、2年に一度めちゃめちゃカマキリが発生する場所とかではなくて、毎年ここはカマキリがね、すごくいっぱいいた場所なので、なんかいないのがね、不思議なんですよね。いや、台風の影響かなとかも考えたんですけど、別に台風があろうがなかろうがカマキリは発生するので、多分カマキリと台風はそこまで関係ないと思うんですよね。ただにしても全然いねえな。なんか捕食者がいるんですかね、カマキリを捕食する何か。そういう風に考えてもいいぐらいちょっといないんですよね、カマキリ。ほんと足元とかも見ながら、いや、動いたらわかるんですよ、足元がパパパって。絶対わかりますからね。いや、僕は絶対逃しません、カマキリがね。だって、今ここパッて見た瞬間に皆さんどこにバッタがいるかわかります？ツチナゴがいるんですけど、パッて、この、わかります？僕こうやって見ながら動いてますよ、こんな感じで。この中で僕が見つけられてる昆虫、皆さん見つけれます？まあ、見つけれるか。まあ、じゃあパッと見つけて、今僕はこの角度で同じ僕の顔と同じところにカメラがあるんですけど、皆さんどこにツチナゴいるか見えますか？ここにいるんですけど、この隙間見えます？あそこに足があるの。あ、今体見えますね。
こういうところの土ナゴでさえ見つけられるんですよ。まあ、あいつはね、緑色ところにいる茶色い生き物だから簡単だろうと思うかもしれませんが、まあでも、ああいうのでさえ簡単に見つけられるタイプなんですよね、僕。なんですけど、まあほら、ここパッと見て、例えば目の前の土ナゴに目が行くじゃないですか。でも僕は今下にいるトンボまで見つけられたんですよ、パッとね。まあ、何の自慢やって話なんですけど、まあそんな感じで別に、ね、見つけられないわけないと思うんですよ、そのカマキリがいたらね。だからね、マジで数少ないと思うんですよね。てか、去年に比べてバッタの数も少ないんですよね、本当に。なんか、もっとね、バッタバババッと飛んでた感じがするんですけど、本当にバッタの数も少なくなってて、どうしたんでしょうか。もしかしたら、こう、今年キリギリスの発生量が多かったとかかな。キリギリスはカマキリのことを結構捕食しちゃうので、あ、カマキリいた？これカマキリじゃね？違う？あ、やっぱカマキリだ。見つけたーん。ここにいますね。このお腹で分かりました。お腹が出てる感じが分かったんで、カマキリいましたね。びっくりした。いないかと思って、これオオカマっぽくないな。朝鮮っぽいな。よいしょ。朝鮮ですね。朝鮮。あ、この子あれか、羽がちぎられてるのか。でもこの子卵は持ってるみたいだね。カマキリの捕まえ行動の方をやっていこうと思います。カマキリはね、だいたいね、草に対してさっきみたいにこうやって逆さ向きにひっついてるか、まあ、横向きにひっついてるか、上に乗ってるかとか、まあ、そういうまあ何パターンかあるんですけど、カマキリを捕まえる方法は本当に簡単です。怪我をしない方法はですね、カマキリがいたらカマキリの下に指を突っ込みます。こんな感じでカマキリの下に指を突っ込みます。そしてそこの上を親指で押さえます。だいたいね、鎌の下あたりが僕はいいかなと思います。ここね。で、そこを親指で上から押さえて持ち上げます。はい、これで終わりです。こうすることでカマキリからの攻撃をされることもなく、カマキリに噛まれることもなく捕まえることができます。カマキリの捕まえ方としてよくあるのが、この首のところをね、こうやってね、持つ方法なんですけども、こうやって持つ方法だと、カマキリに、ね、噛まれたりとか、この口でね、噛まれたりとか、あとカマキリの鎌をね、こう横、後ろにビュッて曲げられて、鎌をイエイイエイってされたことが皆さんあると思うんですよ。でも、僕が言ってるこの方法、これで持つと 100% カマキリの鎌が僕の手に当たることはありません。なんでかっていうと、この鎌の下に手を入れてるので 100% ね、鎌がね、僕の方に曲がってくることはないんですね。こいつがもうなんか自分の腕をへし折ってでも僕のことを攻撃しようと思わない限りは当たることはありません。なので、こうやってね、こういう風になることがあるんですよ。でもたまにこれは僕は今中指で持ってるからです。だからこうならないようにするために人差し指で持つんですね。人差し指で持つことによって絶対にこいつは僕に攻撃が当たりません。どう頑張ってもね、どうあがいても僕に攻撃することは不可能ですね。まあ、てか腕が曲がるね、関節の方向的に無理なんですよ。この朝鮮カマキリちゃんをね、持って帰っても仕方がないし、まあ、せっかくね、ここにいてくれたので逃がしてあげましょう。じゃあね、ありがとう。結構怪我しててかわいそうな子だったな。だから朝鮮カマキリがいるってことはオオカマキリいないだろうな。朝鮮カマキリとオオカマキリはね、同じところにはいないんですよね。てかマジで今年カマキリの数少ないんだけど、どうした？カマキリ絶滅した？いやでも本当にそういうレベルで見れない。まあ絶滅しないのはもちろん分かっているんですが、分かってるんだよ。だけどなんかそういうレベルでカマキリが今年少ない。いやー、もっとカマキリいっぱいいるはずなんだけどなー。これさ、花の木の実かと思ったらさ、全部ハエじゃん。キモ。ここがな、石垣島とかみたいな沖縄だったらな、こいつはオオロジョロウグモっていうね、日本最大の雲になるんですけど。はい、ということで本日はね、こんな感じで終わっていこうと思います。僕はこんな感じで昆虫採集したり、昆虫観察したり、昆虫飼育したり、昆虫の標本を作ったりする生放送もやってますので、よかったらね、チャンネル登録の方もぜひぜひお願いします。それじゃあ、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。